ようございます。おはようございます。ちょっと寝不足の二人です。もう神経質やから全然ね、違う、 D1D。 おう、めじる、お腹空いてきた。昼何かあった僕ら。何もない。あ、ないの昼。なんか雰囲気とイラストのギャップを感じる。第19回大会を制するのはどっちだ。決勝レディー、あと少し、優勝キンキュー、おめでとうございます。強かった。取られてますよ。いやー、涙の綱引き大会楽しんでいただけましたか。今日の夜ご飯、夜ご飯、ありがとうございます。テレビ立ちましょう、はい、よし頑張るぞ。テレビじゃんけん、いくよ。みんなテレビ欲しいか。いくぞ。最初はグー、じゃんけんぽい、パーだけ、頑張れ。じゃんけんぽい、おー、チョキのみ、おお、あった、おお、すごいすごい、あ、いただきまーす。頑張ろ、あかんやんか。あ、これでテレビ当面なしやね。悲しいな、テレビ映れへんもん、うちのキャンピングカー、かわいそう。こい7番。あー、ないですね。43番。あ、70番。ブブー。23 64。感想を述べてください。全然美味しいランチが食べれてた。じゃんけんをしてかなりいろいろ食べれる。そうやな、吉野家やったら2杯食べれてた。全然もういいや、嫌な感じ。もうこれなんかズッコちゃん、ズッコズッコや。こんばんは。こんばんは。優勝おめでとうございます。あ、綱引き去年も優勝だったんですよ。持ってるわ。ビンゴはダメ。欲張りすぎちゃいけないってことですね。そうですね、はい、よく持ってなかったはず。米20キロでいいのにって言ったのに。すごいよくだ。僕普段料理されてるの見てますから。いやいや、ね、お料理を上手なんですよね。あ、じゃあ、わー、すいません、いただきます。父親がお父様なんですか。あ、そうです、そうです、料理担当は父親でも。そうだ、なんか若いですね。いい感じにお手伝い引いてます。ソーセージ、キャベツ、ほら、トロトロ。お父様もずっとお料理担当なんですか。いやいや、キャンプ
ャンプ好きで、もう若い頃からずっとキャンプをいろいろと父には世話になってます。あれ、いまだにすねかじなくて。いや、まあでもいいんちゃいます。これから冬場はこういう煮込み料理ですよね、キャンプは。パパめっちゃ食べてくれる。めちゃくちゃ美味しい。美味しいよね。ありがとうございます。美味しいよね、うん、ね。いや、美味しい。よかったね、タックルさんとこ来て。ね、もしかしてマツコデラックスが会ってたんですか。違う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 。キティゴ、うん、あ、本当だ。スマヒゲ見てた。はい、優勝おめでとう。そのキャシャな体で、どこがキャシャなんですか。必死にやってるところを見てる。すごいなと思って。最低でしょ。すごいですね。すごいな。ここで焼き鳥食べて家帰ったらまた焼き鳥なんですよ。ほんまですね。でも焼き鳥いくら食べても鳥はね、ですもん。いただきます。はい。うわー。高知から。高知から。いいですか。じゃあ一ついただきます。うん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 。ボンって。ボンって。うん。うちのもなんかある？パン。パンだ。全然やん。肉がステーキが解凍を戻してなくて、そのままカチカチの牛肉が、またやらかしてしまう。みんなすごいよね。みんなすごいね。私たち何もできてないわ。はい、ありがとう。また後ほど。はい、スイッチオンでございます。スイッチオンです。あ、来ましたね。すごいな、でもこれ。あ、でもこれ焼けてる結構。なんかいい感じ。いい感じ、ほら。いい感じに。おお。ちょっと顔出させてもらおうかなと思ったんですけど。あ、みんなやる。パンダさんに初をあげる。初あげる。いただきました。サムネがね。うん、サムネ。とうとう現れたみたいな。大御所現る。大御所現る。いらっしゃいませ。どうもいただいております。パンダ。ここには負けた。いや、でもあのブラックはないな。考えられへん。あ、いらっしゃいませ。かわいい。うちのボスもどうですか。なんかでも大学の時は先生って言ったさあね、花火すごかったね。言ったら申し訳ないけど、しょぼいと思ってた。大きかった。間近でね、見れたら迫力あるよね。去年の今頃はここはね、テクテク歩いて、そう、サイドオーニングのことに語ってましたけど。あれ何、オークション？オークションですね。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。はい、おはよう。またうるさいよ。
パンちゃんの声が聞こえるとすごいなんか怒って。うん、まあね。本当ダメね。今日は確かね。こらもう失礼ね、お尻向けて。ちゃん、降りて。昨日なんかすごいのがいたんですよ、あの電飾の、うん、ほんまのトラックみたいな。あ、トラック、あれトラックですよね。トラック、じゅうちゃんやられた、やられた。はい、特製カレーです。夏、夏特製カレー、特製カレーです、うん、福神漬けかな、ほんまや。文句がないね。いただきます。いただきます。ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。パパさんすいません、ありがとうございました。もうお時間いただいて、こちらこそです。また出会ったらよろしくお願いします。ありがとうございました。すいません。YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本当ありがとうございました。こちらこそ、はい、じゃあ、 あの2週間後、あのオフ会の方で行きたいと思います、はい。同じ場所ですんでね。そうですね。はい、はい、あのよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、お気をつけて。ありがとうございます。奥様、はい、はい、では今から帰りましょうか。お疲れ様です。帰りましょう。楽しかった ね、いろんな人に声かけてもらって。ほんまやな。じゃあご挨拶します。内見隆さん、お疲れ様でした。じゃあ次は再来週、ね、じゃあどうも、じゃあどうも隆さん、じゃあどうも、お疲れ様でした。お疲れ様です。去年とはもう全然違うぐらい盛り上がりましたね。本当です。本当に嬉しい限りで、いろいろ差し入れいただいて、下手すれば晩ご飯いらんかったん違うかっていうぐらい、ね、いろんな方にね、宇都宮の焼きそばとか、あれ美味しかった。美味しかったね。あれ美味しい。桜ユッケとか、おせんべいとか、おせんべいね、エビせん、私大好き、うん、エビせんねとか、もういろいろ何も当たらず、ビンゴも抽選会ですら当たらず。ほんまね。去年はお茶やったから、うん、ちょっと去年よりもちょっとましなもの当たるかなって期待してたけど、そうね、すごい以上にすごい豪華景品やったよね。ルンバとか、最後の最後にもしかしてルンバとか思ったら絶対ダメ。欲動し考えはダメ、ね、いや本当にね、もう出会えて、ね、動画を見てキャンピングカー、ね、クリア買いましたとかね、はい、我が家の方に帰っていきたいと思います。安全運転でお願いします。はい、ご視聴ありがとうございま す。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。美味しいですか？美味しい。たまりませんか？はい、カメラに向かって。美味しい。はい、お詫びを。なんでお詫びをするの？痩せる気ないやろ。必ず食べてるって言われてた。うん、甘いもの。出会った人にもよく言われた。いつも食べてますね。好きなものは何ですか？多すぎて困る。スイーツ系全般？スイーツ系全般。
全般で。チーズドッグです。初めて ?2 回目 ?2 回目。2回目、うん、すごい。土山のサービスエリアの方にね、到着しました。じゃん。美味しそう。秋限定。限定っていう言葉に弱いね。女の人弱いね。そういうのね。いただきます。ワンちゃんめっちゃいてたよね。いた。あ、飯時にあれ申し訳ないけどさ、セントバナナすごい量やね。いなり今どどんどん太いの太いでかい。一回のうちがめっちゃ太い量もいっぱいすんの。結構なボリューム、うん、ね、渦巻き状の、うん、そうやん、絶対違うわ。こんな子犬ちゃんとかやったらちっちゃいやん。なんぼこれぐらいのこんなスケールだ、スケールが違う。見たことないんだろ、でっかいよ。お腹いっぱいになりました。お腹いっぱいになりました。では今から我が家に向けて出発。あと何キロです？あと100キロちょっとでございます。安全運転でお願いします。はい、はい、ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、私は何事やって。